はい、じゃあ続きやっていきます。今回は4話目の七不思議になりますね。進藤さん、岩下さん、細田さんが残っているということで、細田さんの話が感動系の話になるんじゃないかなってすごい勝手に思ってるんだけど、なので細田さんはラストから1個前に入れたいと思うので、今回はね、岩下さんか進藤さんかでちょっと迷ってるんだけど、岩下さんがね、多分めっちゃ怖そうだから、ちょっとここは4話目は進藤さんのところに行こうかなって思います。なんかさ、めっちゃ怖い話の前に感動話が1個あるとさ、引き立つじゃん。ということで、じゃあ今回は進藤さんの話行きたいと思います。よう、坂上つったっけな、俺の名前は進藤誠、3年 D 組だ。昨日に頼まれてきてやったはいいものの、汚ねえ部室だな。昨日に呼ばれなきゃこんなところ一生来なかったろうな。よっしゃ、それじゃあ次は俺の番だな。しかし、いきなり話をするのも芸がね。せっかくこうして知り合ったんだしよ、お前がどうして新聞部に入ったのか教えてくれねえか。なんとなく入りました。前から憧れていました。ゲーム実況者になりたかったのでゲーム実況者になりたくて新聞部入るのこれ憧れとかじゃない？普通に考えたらあんま面白くないから、この選択肢。今まで自分が坂上くんだったらっていうので選んでたから、真ん中選びます。何？お前、新聞部に憧れて入ったのか？随分と変わったものに憧れていたんだな、お前。まあいい。何に興味を持つかは人それぞれだからな。それより俺みたいな奴が、こんな女子供が喜びそうな集会にいるのは場違いだって感じてんじゃねえか？そうかな？そんなこと思ってないよ。なんか、ヤンキーっぽくはあるけど、実際さ、怖い話とかする人って明るい人が多かったりするからね。何に興味を持つか人それぞれ。これ、これだな。まさにこれ。ははは、こいつはいいぜ。言ってくれるじゃねえか、坂上。確かにお前の言う通りだな。進藤さんめちゃくちゃいい人そうじゃない？なんせ、俺が自らそう言ったんだもんな。俺が何に興味を持つかなんて俺の勝手だ。そうだな。それじゃあ、早速話を始めるとするか。ところでお前気づいてるか？この部屋なんか怪しくねえか？霊ってのはよ、人間の気を敏感に察知するって言うからな。これでな、霊は恐怖心を持った奴の周りに集まるって言うじゃねえか。よく階段をすると霊が集まるって言うだろ？そういうことなんだよ。怖い話をしているとき、突然背筋にゾクって寒気が走る。あれはな、そいつの背中を霊が撫でてるんだぜ。坂上、お前まさか怖かったりしてねえよな。さすがにこれだけだと怖くないかな。もうちょっとパンチラインがあったらいいな。そうか、怖くないか。まさか強がりで言ってんじゃねえよな。でもよ、怖がってるのがお前じゃないとしたら、他の誰かが怖がってるのか？それを察知して霊が集まってきたのか？それともこの霊たちは誰も怖がっていないのに集まってきたのか？だとしたらもっと厄介だぜ。この霊たちはこれから起きる何かを予測して集まってきたことになる。わかるか？この集会で何かが起こるってことをさ。覚悟はできてるだろうな、お前。俺が話し始めたらもう後戻りはできないぜ。いいな、それじゃあ話を始めてやろう。俺の知っている学校の七不思議の一つよ。あ、ちゃんとまともな七不思議が来たな、ここで。噂話って知ってるか？お前も一つや二つ聞いたことあるだろう。手先女とか人面犬の噂をな。口に大きなマスクをつけていて、通りすがりの奴を呼び止め、こう聞くんだ。私、綺麗？それで、綺麗ですって言うと、そいつはいきなりマスクを外す。すると、そいつの口は耳まで裂けてる。そして、これでも綺麗って聞いてくるんだ。それが口先女の噂さ。まあ、有名なやつだよね。ポマードって3回唱えると逃げてくんだよな。そいつは、整形手術に失敗してな。自分を綺麗って言わないやつを包丁で皆殺しにしていくらしい。なんでも、ポマードやコンペイトーが苦手だって言うから笑っちゃうぜ。まあ逆にそのあたりが妙にリアルで真実味があったんだけどよ。弱点がある方が逆になんか湧くよな、親近感とか。身近に感じるよな。人面犬は知っているか？見た目は冴えない子犬なんだけどよ、顔だけ人間なんだ。それも老人のな。あ、そうなんだ。老人なんだ。人面犬は時速80キロ以上のスピードで走り、数メートルはジャンプするから、一旦追いかけられたら逃げることは不可能だ。それから予言もするらしくてな。人面犬に捕まったらいつどこでどんな風に死ぬのかピタリと言い当てられるらしい。おぉ、九段みたいだね。犬の分際で人間様の死に様を予言するとは嫌な野郎だぜ。なあ、坂上、他にも噂たくさんある。学校になってそういう噂の連中はいるんだぜ。ほう。そうだね。トイレの花子さんとかが。メリーさん、お前がどんなに怖い話を知らないからって一つぐらいは聞いたことあるだろ？そういう噂、お前は馬鹿にしているか？でもな、なんとも言えないな。馬鹿にはしてないけど、別にそれがあるからってめっちゃ怖くなるわけではないから、ただ、例えばなんか夜中に鏡見ちゃいけないみたいなのは、ちょっとはなんかね、信じるというか、あんま見たくはないなって思うから、なんとも言えないだな。信じるのは馬鹿らしい。かといって心のどこかでは信じている自分もいる。そんなあやふやな感じってところか、正解です。確かにな、口じゃ信じてないっていう連中だってもしかしたらって少しは思ってるもんさ。宇宙人とか UFO とかもね、いるかもしんないからね。でもよ、もし少しでも信じてるなら、その心に従った方が身のためだぜ。いいか、これは誰のためでもね、お前のために言ってるってことを忘れんなよ。疑ったが最後、地獄へ真っ逆さま。俺が話すのは、そんな地獄へ落ちちまった男の話だ。おお、面白そう。ここに来て正当派な怖い話になりそう。俺のクラスメイトに、吉田達夫ってやつがいた。現実主義というか、アンチロマンチストというのか、とにかく嫌なやつでな。勉強はできたけど、それだけのやつだった。
いつも気取っててよ、殴ってやりたいタイプだったな。そういうやつっていじめられると思うか？俺がいじめられないんだよな。もちろんいじめようとしたやつもいたさ。けれど、すぐに先行に言いつけるんだ。ペンは剣よりも強しを信条にしててな。どんなに殴られようが絶対に抵抗しない。そして殴らせるだけ殴らせたら、きちんとそれを報告する。なるほどな。まあ頭はいいし、実際それが一番自分は平和的だと思うな。先行たちの間じゃ評判は良かったぜ。成績は抜群だし、貧困補正。先行には従順で何でも従うし、問題があるとすぐチクる。要領のいいやつだったよ。ああ、思い出しても腹が立つぜ。俺も一発思いっきり殴っとくんだったら、結構不良なのかな。そんな奴が俺たち生徒の間で人気が出るわけないよな。だから誰にも相手にされなくなった。要するに、無視ってわけだ。誰も口を聞かねえし、相手にもしねえ。普通だったらよ、そういうのって答えるじゃねえか。でもな、吉田の場合は別だった。逆にそれを喜んでいるようだったぜ。自分が選ばれた人間にもなったつもりで、俺たちのことを見下してるのは見え見えだった。天上界に住んでるわけでもあるねえし、何を考えてんだからな。まあつくづく腹の立つやつだったわけよ。まあお前もそんなやつには何かガツンと一発かましてやりたいと思うだろ。はいではないかな。別に仲良くなれそうにない人には関わる必要ないからな。あ、いいえって答えようかな。おいおい、お前ロボットだろ？人間の感情持ってんだろ？腹の立つやつがいても黙りなのか？だとしたらよほどの優等生か、逆に冷たい人間なんだな。まあお前がそういう人間だとしても俺は違ったからな。まあ冷たいって言われたらちょっとわかるかもな、実際な。なんか人を嫌いになるっていう気持ちも人間には大事だからな。だから俺は一度あいつの泣き顔を見てやりたかった。そんな時俺はちょっと面白い話を聞いてな。高木っていう名前のババアの話なんだ。お前聞いたことあるか、高木ババアの噂。このババアはな、混ぜたガキが好きそうなフリルのついた真っ赤なロングスカートを履いてるんだ。ほう。あー、こう、なんか怖えな。ちょっと見て、これ。次、本当に真っ赤なロングスカートなんだな。足が隠れて地面を引きずるほどのロングスカートさ。だから、高木ババアの履いているスカートの裾はボロボロでな。雨や泥や埃で汚れて、裾のあたりは赤黒く汚れてんのさ。いつも引きずって歩いてるからな。スカートを履き替えたことはないって噂だ。まるで不老者みたいだろ。まあ、俺も実際に見たわけじゃねえから。これは生きてる人間なの？でも、ものすげえ薄気味悪いババアってことだけは間違いないらしい。まあ、あくまで噂だけどな。噂。それで、そのババアは腰まである伸ばし放題の髪の毛をいつも垂らしていて、顔を隠してるんだよ。この顔を見たやつの話だと、すげえ厚化粧してるんだって。あ、すげえ、なんか引いてる今。やばい、怖いな。おー。ババアっていうか、おばさんって感じがするけどな。わかんない。顔めっちゃ怖そう。あー、怖い。すげえ怖い。ほっぺたに日の丸のような赤い丸の紅を刺して、唇のてっぺんに真っ赤な紅をちょんとつけてな。目には紫色のシャドウをべったり塗ってるのさ。あの顔を見たら二度と忘れられないってな。そうそう、上は白いブラウスを着てるんだけどな。これがまた、お姫様が着てるようなひらひらのついた可愛らしいブラウスなんだよ。まあ、それもずっと着続けているせいか、元の色がわからないぐらい薄茶色に変色していてな。年季の入った色に染まっちゃってるわけよ。ほう、ああ、ちょっと茶ずんでるもんな。ところどころ、穴も開いてるしさ、継ぎはぎだらけなわけよ。だからわかるだろ？もうすんげえ臭いんだ。そんでもって、そいつ変な歩き方をするんだよな。歩くというよりも飛び跳ねる感じってのか。ぴょんぴょん飛びながら歩くのさ。それがものすごいスピードでよ、人面犬より速いし、高く飛ぶんだ。考えてもみろ。時速100キロでぴょこぴょこ、飛び跳ねながら走る厚化粧をした薄汚ねえババア。そんな奴に追いかけられたら、お前どうする？ 100 キロだから妖怪なんだな。ターボババアと同系統なんだろうな。お前笑ったか？今笑ったんじゃねえのか？すいません。笑ってない。笑ってないです。笑ってないです。すいません。そうか、一瞬お前が笑ったように見えたんだけどな。引きずった笑いってやつだったのか？ふふん、そんな話は嘘だって言いたいんだろう。そうだろうな。まあ、それはちょっと言いたいな。あ、これはいくらなんでも都市伝説だよな、っていうね。まあいいさ。とにかく俺の話を最後まで楽しんでくれよ。俺はお前に話してやってんだからな。ここにいる連中はどうでもいい。お前に話してやってるんだ。いいな、そこんとこよく覚えとけよ。これでよ、その高木ババアだけどよ、なんでぴょこぴょこ飛び跳ねるかわかるか？片足がねえんだよ。なんでも交通事故でトラックのタイヤに足を巻き込まれたらしいんだけどな。その時、家族も一緒にいてさ、息子夫婦に3人の孫、全員即死だったんだとよ。遺体は原型を留めてなくてな、ミンチみたいにぐちゃぐちゃになったらしいぜ。なんでもトラックのうんちゃんは酔っ払ってたらしくてよ、人を引いたのも、タイヤに人を巻き込んだのも気づかなかったんだとよ。それは最悪だな。子供をタイヤに挟んだまま10キロ以上走ったってんだからな、高木ババアの片足と一緒によ。それでばあさんは発狂しちまったんだとさ。そりゃそうだよな。愛する家族を一瞬のうちに全員亡くしちまったんだからな。まあそりゃそうだな。でもよ、高木ババアは死んだらしいんだ。その時の事故じゃなくて、その後のショックでな。あー、だから妖怪なんだな。やっぱりよ、家族がみんな死んだショックから立ち直れなかったんだよな。自宅の布団で誰にも見取られずに死んだらしい。死後1ヶ月以上経って発見されたんだとよ。だから今現れる高木ババアは幽霊なんだ。そりゃ当たり前だろうが。人間が時速100キロで走れるか、何メートルも飛べるか、幽霊に決まってんだろ。まあ、それだからこそ余計に怖いんだけどな。それで、高木ババアが臭いのは、
死後1ヶ月以上経ってるからで、白いブラウスと赤いスカートを履いてるのは事故に遭った時の服装なんだとよ。なるほどな。で、高木ババアがなんで幽霊になって現れるか知ってるか？高木ババアはある目的があって狙ったやつの前に現れるんだ。高木ババアに狙われると最後だって言うぜ。絶対に逃げられない。相手は幽霊だからな。どんなところにでも現れるし、どこまでも追っかけてくる。片足でぴょんぴょん飛び跳ねながらな。怖えな、これは。でも出会ったからいきなり追いかけてくるわけじゃないぜ。最初は何気なく声をかけてくれんだとよ。おう、身寄りのない年寄りの思い出話を聞いてくだされってな。さも同情を誘うような声で寂しそうに誘いかけるらしいぜ。顔も長い髪で隠れているだろ。足だってスカートに隠れて見えない。それでついうっかり情けをかけて相手をしてやったらもう最後だ。いきなりあの時の事故の話を始めるのさ。私には人様の羨むような家族がいましての、よくできた息子によくできた嫁、目に入れても痛くないほどの可愛い孫が3人。そりゃあもうとても幸せな家族でした。仏様に毎日お礼も言いましたし、私はいつお迎えが来たってもう良かったんでございます。そして手を合わせると、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と言いながら手をこすり合わせるのさ。でもひどいもんです。仏様なんていやしません。私の家族はみんな死んでしまいました。かわいそうだな。こんな年寄りのババアが一人生き残ってみんなあの世に行ってしまったんでございますよ。交通事故でした。私を残して家族全員トラックに轢かれちまったんでございます。あっという間のことでした。そう言って泣くんだ。鼻水をすすって長いため息をつく。そんなこと言われりゃ聞いてる方はどうだ。慰めないわけにはいかないだろう。気の利いた一言でもかけてやりたくなるよな。それが人間ってもんじゃねえか。そうだな。その分おばあさんが頑張っていきなきゃ。気を引かせたつもりでもなかなかうまい言葉なんて簡単には見つからないもんさ。ありがとうございます。こんなババアに気を使ってくださって。あんた様は死んでいった家族たちのことがかわいそうだと思いますかの。体の一部を下せえってパターンになりそうな気がする。逃げた方がいいぞ。もうこの言葉聞いたら逃げるぞ。もうそんなことを聞いてくるのさ。そんなことを聞かれて思わないとは言えないよな。ええ、誰だって反射的にそう答えちまう。すると高木ババアはふと薄汚れたスカートをめくるのさ。私はその時の事故で片足をなくしてまいました。私の亡くなった片足、不憫だとは思いませんかの。どう答える？そんなことを聞いてきたらお前は何て答える？答えられるか？不憫ですねとか、もしくはそれでも頑張っていきましょうなんて言葉がすぐに出てくるか？俺だったら逃げ出すぜ。きっとお前だってそうだ。最初相手の話に乗った時は同情以上に恐怖心があったはずだ。とりあえず相手をしてやらないと何をされるかわからないという恐怖心だ。幽霊なんてもんはそんな心につけ込んでくるんだぜ。なるほどな。高木ババアの相手をしてやるうちにどんどん相手の術中にはまっていくんだ。スカートをめくると2本あるはずの足が1本しかない。俺だって驚く。驚いて当たり前だ。その一瞬の動揺を高木ババアは見逃さない。長く垂れた髪をかき分け、あの醜く化粧されたシワだらけの顔をこっちに向けてニタニタと笑うのさ。さあどうだ。お前の心は恐怖心でいっぱいだろう。さあおとなしく私に食われてしまうがいいよ。まるでそんなことを言ってるようないやらしい歪んだ笑いだ。向こうはこっちが逃げるのを待ってるからな。脅かすためならどんなことだってするのさ。まあここまでされれば誰だって逃げるわな。片足の不気味なババアに微笑みかけられる恐怖。それがもし人気のない公園で、しかも夕暮れだったらどうする？お前は走り出してるよ。逃げるな。高木ババアは最初は声をかけるだけだ。決して追いかけてこない。なんでかわかるか？お前にハンデをやってるんだよ。捕まえようと思えばすぐにでも捕まえられるわけ。けれどすぐに捕まえちゃ面白くない。もっともっとお前に恐怖を味わってもらわなくちゃならないからな。お前は走る。走って走って心臓が口からこぼれるほど走りまくって逃げるのさ。もうダメだ。もう走れない。そう思ってフラフラの足を休めるためがっくりと膝をつく。全身で息をして滴る汗を拭いながらふっと顔を上げる。するといるのさ、高木ババアがな。ニタニタ笑いながらお前の目の前に立っている。怖いねこれは。よくできた息子は腹の上を裂かれて真っ二つ。内臓が飛び出てどこに行ったか分からなくなりましての、かわいそうだと思うんならあんたの内臓をくださいな。あーこれは体の一部を集めてるタイプの幽霊だな。そしてお情けのように皮だけがへばりついた筋くれだった手を差し出すのさ。お前はまた逃げる。逃げて逃げて逃げまくる。後ろからはケタケタと高木ババアの笑い声が追いかけてくる。でも声だけさ。高木ババアは逃げるお前を黙って見てるんだよ。お前は足が痙攣してすっ転ぶ。もう走れない。呼吸困難に陥りぜいぜいと息を吐き出す。よだれと一緒にな。でも逃げきれないんだよ。後ろからゆっくりと足音が聞こえてくる。ジャリジャリと土を踏む音だ。それが誰の足音かお前には分かってる。マジでね、追いかけられた時って足動かなくなるからね。そして足音はお前の真後ろで止まるんだ。よくできた嫁は両腕を引き潰されて死にました。かわいそうだと思うならあんたの両腕くださいな。そして高木ババアはお前の首筋にハーッと生温かい息を吐きかけるのさ。どうする？お前は振り向いてみるか？相手は幽霊だぞ。どんな恐ろしい形相に変わってるか分かったもんじゃない。振り向いたら殺されるかもしれないんだ。そんなことを考えているとまた声がする。今度は耳元でだ。
耳の穴にしゃがれたババアの声がもそもそと忍び込んでくるのさ。目に入れても痛くないほど可愛い3人の孫、1人は両足を潰されました。1人は首を潰されて死にました。そして最後の1人はタイヤに巻き込まれ、体中の皮膚を引っぺ剥がされて真っ赤になって死にました。むごいなぁ。家族はみんなひき肉みたいにぐちゃぐちゃになって死んだんでございます。かわいそうでしょ、かわいそうだと思うでしょ。だったらくださいな、あんたの体をくださいな。そしてお前の首は締め上げられる。もがいてもたがりババアの手からは逃げられない。それでジエンドだ。大魔王からは逃げられないな。死んだ後死体は見つからないぜ。当たり前だろ、お前の全身は死んでいった家族に分け与えられるんだからよ。家族の眠る墓石の前にバラバラになってお前の五体が備えられるって噂もある。だからたがりババアに付け狙われたらもう逃げることはできないのさ。コマード的な呪文ないのか。コマードとかべっこうバッチーとかさ。これでたがりババアの話は終わりだ。これでたがりババアの話は終わりだ。まあただのくだらない噂だと思うかどうかはお前次第だけどな。そうだ、お前にいいことを教えてやるよ。この話を聞いたやつはよ、一週間以内に必ずたがりババアに会うっていうぜ。必ずだ。あーこれ進藤さんめっちゃ嫌なやつだった俺はお前に話したんだからな。ここに集まってる残りの5人は関係ねえぜお前だけだ。え、そういうあれなの、標的選べるタイプのさ、マップ兵器みたいなもんなの。お前だけがたがりババアに会う権利を得たってことだぜ。お前笑ってるのか、それとも震えているのかよ。まあどっちでもいい、お前がどうなろうと俺の知ったこっちゃねえからよ、なんてな。そう、心配すんなよ。ここでお前を見捨てるにはちょっとかわいそうな気もするからよ。実は助かる方法もあるんだぜ。ほう、ドーラ、助かる方法知りたいか。はい、知りたいです。そうだよな、知りたくて当然だろ。心配すんな、教えてやっからよ。たがりババアに会わないでも済む方法、それはな、一週間以内に誰でもいいから10人以上にたがりババアの話をするんだ。一週間以内に10人だからな。なるほどな。でもたがりババアの話を知らない奴にだぞ。知ってる奴に話してもダメだからな。それを守れなかったら、お前は死ぬぜ。たがりババアに会って殺されるのさ。どうした、怖いか。怖がっていいんだぜ。それが人間ってもんさ。俺の話、信じようと信じまいとお前の勝手だ。それによって生きるも死ぬもお前の勝手だしな。これでな、吉田にもこの話をしてやったんだよ。吉田だよ、吉田。まさか忘れたんじゃねえだろうな。俺のクラスにいた春の立つ野郎だよ。すぐにチクる人のことを見下した嫌な野郎のことだよ。あいつにな、このたがりババアの話をしてやったのさ。なあ吉田、ちょっと面白い話があるんだけど聞いてくれねえか。と言ったらよ、あいつ鼻で笑いやがんのよ。お前なんか相手にしてる暇はないって顔だよ。それでも俺はぐっとこらえたね。頭まで下げて何とか話を切り出すことに成功したよ。これほど俺はたがりババアの話を聞かせてやりたかったのさ。あいつは気のない素振りで聞いていたけれどな、話が進むにつれあいつが俺の話に耳を傾けるのが分かったね。俺が話し終えるとあいつはまたバカにしたようにせせら笑ったよ。君って子供、まさかそんな話を信じてるわけじゃないでしょ。もし信じてたらかわいそうだな。だから俺は言い返しだった。そうかい、お前が信じるも信じないも勝手だけどよ、たがりババアを見たからって俺のせいにすんじゃねえぞ。やつは一瞬だけ驚いたような顔を見せるとすぐに口を押さえて吹き出しやがった。ぶ、たがりババアに会えるものなら会ってみたいもんだよ。もし本当に会えたらすぐに君に知らせてあげるからさ。楽しみに待っててくれよ。あはは。ああ、楽しみだ。じゃあね。僕、君と違って塾があるから。めっちゃ嫌なやつだな。そして、あいつはさっさと荷物を片付けると帰っちまった。悪いが俺はよ、こういう噂は信じてるもんでな。俺がたがりババアの話を聞いた時には急いで10人に話したぜ。そいつらがどんな思いをしたかなんか関係ねえな。そういうもんさ、人間ってのはよ、恐怖心だけは消すことができないからな。だからね、リングとかさ、呪いの手紙とかだよな。恐怖っていうのは伝播するからな。最後の一人が受け止めて終わりでいいじゃんってならないんだよな。そういう連鎖する系の呪いっていうのはな。気になり始めたら心の不安はどんどん大きくなっていくもんだぜ。なあ、お前がどう思ってるかわからねえけど、たがりババアに会ったからってくれぐれも俺のせいにだけはするんじゃねえぞ。これ、進藤さんのせいじゃないでも。たがりババアどこにでも現れるからな。お前が家に閉じこもっていようが無駄さ。あ、すごい、呪音システムだ。布団の中にいてもバリアが作動しないタイプだ、これは。早く寝たってダメだぜ。そん時はお前の夢の中にだって現れるんだからよ。それで吉田はどうなったと思う？吉田、俺の話を信じたと思うか？俺の話を信じてちゃんと10人に話したと思うか？期限に間に合わなかった。話さなかったんじゃない？これは。お前はそう思うのか？お前の勘が当たっているかどうかは、まあ続きを聞いてくれ。俺はそれからの1週間、吉田を観察してたんだからよ。ほう。次の日、吉田は別に何気なく振る舞っていた。いつも通りな。別に誰かに話をする風もなかった。あいつはいつも休み時間中も参考書を読みふけってるからよ。先行に質問する以外、誰とも口を聞きやしなかったぜ。本当につまらねえ野郎だったな。その次の日も変わりやしね。あいつが学校以外で人と話してるとは思えなかったしな。放課後、あいつの後をつけたけどよ、塾に行ったきりさ。あいつみてえな嫌な面をした奴らがゴロゴロ嫌がってよ。見張ってみようかと思ったけど、バカらしくなって帰っちまったぜ。日曜日には電話してやったんだ。焦ってるかと思ってよ。進藤さんなんか可愛いな。
君バカじゃないの？あのね、悪いけど僕はたがりなんてババアの話は忘れてたよ。君頭が変なんじゃないの？一度病院行ったら。あのさ、君が何を思うが僕には関係ないけどね、大切な僕の休養日に邪魔だけはしないでくれる？電話なんか二度としないでくれよ。はっきり言って迷惑だからさ。これ嫌われてもしょうがないな、いくら真面目とはいえさ。言うだけ言って一方的に切っちまったぜ。ずぶとい神経してるよな。俺の話を忘れてたってんだからよ。でもそれはそれで面白いじゃねえか。俺は吉田の慌てるところを見たかったんだけどよ、見方を変えることにした。奴が死ぬかどうか見極めることにしたのさ。ほう。俺はタカリババアの犠牲になったやつを見たことがなかったからな。俺だってよ、そんな噂を全面的に信じているわけじゃないんだぜ。基本的には信用してないって方が正しいぐらいだ。でもよ、どっかに引っかかってんだよ。もし本当だったらどうしよう。もし万が一タカリババアが出てきたらどうしようってな。だから人に話しちまうのさ。たとえそれがただの噂だと思っていてもよ。それを確かめるのに俺の話を信じない吉田は、もってこいのモルモットじゃねえか。そうだろ？俺の話を信じないあいつが悪いんだからよ。なんかありゃ、タカリババアの噂は本物だってことになる。一週間以上経って吉田が何ともなけりゃ、タカリババアの噂なんてのはデタラメだったことになる。どっちになってもそりゃ面白いよな。だから俺は一週間過ぎるのが楽しみで仕方なかったぜ。そして、いよいよ明日で約束の一週間が終わるという日になった。そしたらどうだ、吉田が変なんだよ。いつも他人を見下した態度をとってるあいつが、その日に限って妙に塩らしいのさ。変に腰が低くてな、愛想笑いなんか浮かび上がって、すれ違う奴らにペコペコ挨拶してるじゃねえか。それでも、今までが今までだからな。誰も吉田なんか相手にしねえよ。吉田のやつ何か話したそうにしてるんだけどな。誰も聞きやしねえ。俺はおかしかったぜ。やっぱりあいつも人間だったのかってな。わかるだろ？あいつ、たがりババアの話を気にしてるのさ。それで、誰かに話したくて仕方ねえんだよ。でも、誰も聞いてくれやしねえ。それでもあいつは何人かをうまく捕まえてな。とりあえず、頭を下げながら話を始めるのさ。けれど、すぐに笑われて、そいつに逃げられちまう。俺のクラスの連中はもうみんなタカリババアの話を知っているからな。誰を捕まえたって無理だぜ。それを吉田のやつは気づかねえんだ。バカなやつだぜ、まったくよ。でも俺はそれが面白くってな。あいつのアーテフタメク姿なんて今まで見たことなかったからよ。ああいう自分がこの世で一番偉いと思っているタイプにはいい薬になるぜ。俺はいい気になってずっとニヤニヤしながら吉田のことを見てたからな。いい加減あいつも俺に気づいてよ。俺と目が合うと途端に顔をくしゃくしゃに崩してな。今にも泣きそうな顔で俺のそばに駆け寄ってきたのさ。なあ、進藤くん。なんて泣きそうな声を出して身もだえちまってよ。俺は吹き出すのを我慢するのに必死だったぜ。まったくいい君だよな。お前にも見せてやりたかったぜ、あん時の顔よ。俺は知らん顔で答えてよ。何もわからないような素振りでな。何、どうしたのよ吉田。そしたら吉田の野郎いきなり俺の手を握りしめてな。あの話は冗談だよね。あんなのただの噂に決まってるよね。そう言って俺の顔を覗き込むのさ。何、何の話だよ。お前俺と口聞きたくなかったんじゃなかったっけ。俺、お前の大事な時間を邪魔しちゃ悪いからよ。俺は思いっきり嫌みったらしく言ってやったのさ。あいつの困る顔を見てやりたかったからよ。そしたら、あの野郎どうしたと思う？笑っちまうぜ。突然土下座しやがんの。土下座して俺に謝るのさ。もう本当になんか怒ったのかな、じゃあ。もう一週間経ちますよって感じで来ちゃったのかな、たがりババアが。納期もうすぐですよって。ごめんよ、俺が悪かったよ。僕は君のこと恨んでなんかいないから、だから許しておくれよ。もう、これ以上僕のことを脅かすのはやめてくれよ。僕のことを助けて。吉田があまりにも危機迫る表情ですがりつくもんだから、逆に俺の方がびっくりしまってな。さすがにこれ以上しらばっくれるのもかわいそうになっちまってよ。とりあえず土下座する吉田を助け起こしたのさ。何もそこまですることはねえだろう。そんなタカリババアが怖いんだったら話せばいいじゃねえか。俺は何の気なしに言ったつもりだったけれど、あいつは大声を上げて泣き始めてな。わあ、それだったら苦労しないよ。みんな知ってるんだもの。みんなタカリババアの話を知ってるんだよ。まだ3人にしか話してないんだよ。お願いだよ。死ぬのは嫌だよ。俺は本気で驚いちまったぜ。いくらなんでも誰か話をする相手くらいいるもんだろ。どんなに嫌われもんでもよ。3人って誰に話したんだよ。俺は思わず尋ねちまった。あいつは鼻水をずっとすり上げ、涙を拭いて答えたさ。お父さんとお母さん、それから親戚のおばさん。まあでもそっか、友達全くいなかったりとかな。今の時代だったら10人ツイキャスとかでって思ったけど、ツイキャスとか YouTube ライブとかで10人ってね、めっちゃむずいからな、実際な。だからもうちょっと早く信じてたらな、10人余裕だったかもな、今の時代は特に。俺は正直言って呆れたね。他にいねえのかよ。大体親にそんな話をするなんて最終手段じゃねえか。俺が呆れてると、あいつは話を続けたよ。学校のみんなも塾のみんなも誰も聞いてくれないんだ。聞いてくれそうになった連中もみんな知ってるんだよ、たがりババアの話をさ。そうだな、まあこういう行動のツケは回ってくるっていうな。まあ、ガチでたがりババアが来るんだったらかわいそうだと思う、すごく。先行は、お前ずいぶんと先行に気に入られてたじゃねえか。あいつらなら聞いてくれるんじゃねえか。俺も少しは考えたつもりだったけれど、あいつはまた鼻水をすすり上げて首を振ったのさ。
ダメだよ。先生なんてこんな時は少しも頼りにならないよ。バカにして僕の話を真面目に聞いてくれない。ああ、先生そんなにいい人じゃなかったんだな。本当にいい先生だったら、あの成績優秀な吉田が困ってるってことでさ、なんかパニックになってるってことでちゃんと聞いてくれると思うんだけどな。それでも無理に話そうとすると怒鳴るんだよ。お前はいつからそんなバカなことを言う生徒になったんだって、真面目に心配そうな顔をするのさ。もうダメなんだ。みんなたかりババアの話を知っている。もう僕は死んでしまうよ。お願いだ、助けてくれよ。そして俺に泣きつきやがる。助けてくれって言われても俺には助けようがねえからな。あんなの冗談さ。たかりババアなんているわけねえだろ。気にすんなよ。俺は心にもねえことを言っちまった。なんだか吉田のやつがかわいそうに見えてな。自分で言っといてひどいやつだと思うけどよ。最初はほんのいたずらのつもりだったんだからな。今の吉田を見て俺ももう十分だと思った。だから吉田を安心させようと思ってそう言ったのさ。まさかあの吉田がこんなに気にしてると思わなかったからよ。本当だね。本当にあれは嘘だったんだね。あいつ目を輝かしたよ。ああ冗談だよ。気にすんな。ありがとうありがとう。その一言で僕は救われるよ。本当にありがとう。いいじゃん。なんかこれで友達とかになったらいいハッピーエンドなりそうだけどね。まあ俺は気休めの一言で救われるなら安いもんさ。吉田はようやく落ち着いて帰っていったよ。俺も少し心苦しくてな。まあでも吉田が悪いんだからよ。あいつが早めに10人に話しておけばこんなことにならなかったんだからな。それで約束の1週間目がやってきた。吉田は学校に来なかった。昨日の今日だからよ。俺も心配になっちまってな。もしたかりババアの話が本当だったらあいつは10人に話していないんだから殺されることになる。そうしたら急に恐ろしくなっちまってよ。話をしたのは俺なんだ。俺にだって責任はあるじゃねえか。もし吉田の野郎が最後まで気に食わねえやつだったら俺も心は痛まなかったけどな。昨日のあいつの姿を見たらなんとか助けてやりたくなったのさ。そうだな。それで放課後俺は吉田の家に電話したよ。あいつは家にいたぜ。ああなんだ君か。どうしたの？電話なんかかけてきて。電話の向こうのあいつはなんだか横柄な態度を取るのさ。いつもの人を見下した態度がプンプンに酔ってくるんだよな。受話器の向こうからよ。お前今日学校休んだじゃないか。何かあったのかと思ってよ。別に何もねえんならいいんだけどよ。せっかく心配してやったのにあの野郎は笑いやがったんだ。あはは、何言ってんの君。あれは冗談だったんだろ。いやー僕としたことがちょっと取り乱しちゃったよ。どうかしていたんだね。君の言う通りあんなこと気にする必要はなかったのさ。僕はバカだったよ。君みたいな過当な人間に騙されるところだった。まあこれで僕も一つ大人になったってところかな。メンタル逆に強くない？いくら冗談って言われてもさ、7日のさ24時間経つまでちょっと怖くない？もし吉田が目の前にいたら俺はぶん殴っていたろうよ。俺が怒りに震えて黙っているとあの野郎はいい気になってペラペラ喋りやがった。今日はちょっと疲れたから休んだだけさ。別に君に心配してもらう必要はない。あそうそう、前にもう僕の家に電話しないでくれって言ったよね。もう電話しないでくれる。これから君がしたたかりババアの話、ああいうの人騒がせだよ。苦になったら先生に報告しておくつもりだから覚悟しておくんだね。こいつ最悪だな。やっぱ人にはその直せない性格とかがあるけどさ、ここはちょっとな、もう直した方がいいな吉田くんな。これはダメだな。まあでもな、そこを気づかせてくれる人っていうのはなかなか出会えないからな。君のようなやつを愉快犯って言う。そこまで聞いて俺は受話器を叩きつけた。それ以上聞くに耐えなかったからな。まあな。この時俺はたかりババアが実在していることを祈ったぜ。吉田なんて殺されればいいって真剣に思ったもんさ。それでも俺の怒りは収まるわけがねえ。壁を殴ったりゴミ箱を蹴ったりそこら辺のものに当たり散らしてなんとか怒りを沈めようとした。それほど腹が立って仕方なかった。でもダメさ、吉田のことを思い出すとムラムラと怒りが込み上げてくるんだ。そんな時は寝るに限るよな。俺はベッドに転がるといつの間にか寝ちまったのさ。電話のベルの音でハッと目が覚めた。受話器を取ると受話器の向こうから耳に当てられないほどの金切り声が聞こえてきたんだ。あーこれ来ちゃったのか。助けてくれ、助けてくれよ進藤くん。電話の主は吉田だった。もう二度と俺に電話をしないでくれって言ったあいつが向こうからかけてきやがったのさ。俺は何も言わず黙っていた。口を挟む余裕なんてなかったぜ。あいつが焦って喋りまくっていたからな。そりゃもうものすごい勢いで機関銃のように喋ったぜ。嘘つき、どうして嘘なんかつくんだよ。進藤くんの責任だよ。僕が死んだら進藤くんの責任なんだ。君が本当のことを教えてくれていたら僕は何としてでも10人見つけて話をしたんだから。どうしてくれるんだ、どうしてくれるんだよ。たかりババアが出てきちゃったじゃないか。たかりババアがあと6時間でお前を殺すって言うんだぞ。殺される、殺されるよ。俺は吉田が狂ったんじゃないかと思ったね。あいつの荒々しい息遣いが聞こえ、ようやく俺は口を挟むことができた。バカ言ってんじゃねえよ。俺はお前の時間を邪魔するつもりはないからよ。そんなこと言うな、お前の責任だ。あと6時間しかないんだぞ。あと6時間のうちに7人に話さないと俺は殺されるんだぞ。うるせえ。俺は受話器を置いた。電話を切るまであいつのがなり立てる声が聞こえたぜ。そ
それで俺は時計を見るともう6時を回っていた。吉田の言っていたあと6時間しかいないって言葉が俺の頭の中で渦巻いていたよ。ちょうどその日、親父とお袋は法事とかで田舎に行っててよ。俺は家に一人きりだったんだ。明日の朝まで俺は一人きりさ。嫌なもんだぜ。妙に寒気がしてよ。俺は念入りに戸締まりをした。そして作り置きの夕飯を食った。俺は黙って飯を食った。吉田の泣き叫ぶ顔がちらついてよ。飯がすげえまずかったの覚えてる。飯を食い終わってテレビを見ながらくつろいでいると、また電話が鳴ったんだ。吉田だった。時計を見ると8時を回っていた。見つからないよ。このままじゃ10人に話せない。まだあと5人にも話さなきゃならないんだ。いい加減にしろ。いるんだよ。たかりババアが僕のことを見ているんだよ。どこに行っても追いかけてくるんだ。どこに行ってもついてくるんだよ。あと5人。あと5人なんだよ。もう誰も聞いちゃくれな。信じまえよ、クソ野郎。俺は電話が壊れるかと思うほど受話器を乱暴に叩きつけた。吉田に腹が当たったんじゃない。わかるか、お前。まあ、怖いよな、これは。怖かったんだよ。とても吉田が嘘をついてると思えない雰囲気だったからな。俺はテレビのボリュームをいっぱいに上げた。それでも俺の心臓の鼓動は高まるばかりだ。何か他のことを考えようとしても、吉田のことが浮かんできて消えないんだ。気になって仕方がないから、俺は風呂に入ることにした。熱い風呂に入って気持ちをシャキッとさせれば、少しは気も紛れると思ったのさ。俺が風呂に入ってるとき、また電話のベルが鳴った。俺は出なかった。電話に出るのが怖かったからな。できることならこのまま無視し続けて、12時を過ぎちまえばいいと願ったのさ。電話は鳴り続けた。ベルは20回ほど鳴ってようやく切れた。ベルが鳴り終わると、俺はなぜかほっとした。けれど、すぐにまたかかってきたんだ。俺は風呂を飛び出した。そして受話器を取りすぐに切った。まただ、それでもまた電話かかってきたのさ。俺は電話線を外したよ。これでもう電話かかってこない。吉田がどうなろうと知ったこっちゃないからな。悪いのはあいつなんだからよ。時計を見ると10時を回っていた。あと2時間。俺はリビングのソファーの上で足を抱えじっと座った。時計を見つめ12時になるのをじっと待ったのさ。時計を見つめていても頭の中に浮かぶのは吉田の姿。たかりババアから逃げ回っている吉田の姿を想像してしまう。それはまるで現実に起こっているような鮮明な映像だった。バックは闇。闇の中を走り回る吉田。吉田は汗びっしょりになって走っているが、なぜか前に進まない。同じ場所をただひたすら走っているのさ。そして、後ろから片足のババアがぴょこぴょこ飛び跳ねながら追いかけてくる。そんな映像が頭の中でループし続けた。時計の針はスローモーションのようにゆっくりと動いていったぜ。たった2時間がどれほど長く感じたことか。それでも時間は確実に進むもんだ。12時まであと5分になった時、俺は今まで殺していた息をゆっくりと吐き出した。金堂、怖い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 。その時さ、家のドアをぶち壊す勢いで叩く奴がいた。吉田だ。吉田が俺の家にやってきたのさ。金堂、もう時間がないんだ。俺は死ぬ。だからお前も死ね。死んで責任を取りやがれ。俺は急いで玄関に行き、中からドアを押さえつけた。あと5分、5分耐えればいいんだからな。俺はな、道行く奴を呼び止めてまで無理やり話を聞かせたんだよ。まるで狂人扱いさ。それでも俺の命がかかってんだ。殴られもしたけどよ。話したぜ。後ろにはたかりババアがいるからよ。あ、でも話せてるんだ。でも足りないんだよ。あと一人。あと一人だけなんだ。もう時間がない。だからお前を殺すんだ。俺は思わず息を飲んだ。突然ドアが激しく揺れて、隙間に刃物の切っ先が垣間見えた。あいつは刃物を手にしている。なんとか刃物でドアをこじ開けようとしている。その刃物で俺を殺すつもりだ。なんかギーギーと刃物でドアを引っかく音をするものの、ドアは持ちこたえているようだった。怖え、これ人が一番怖いパターンじゃん。インド、お前を殺す。絶対に殺す。お前を気に入りして、俺は助かるのさ。そうはならんだろう。こいつは本気だ。本気で俺を殺そうとしている。俺は何度も何度も包丁を突き立てられたドアに目ん玉を吸い付けられたまま、ゆっくりと後ずさりしていった。吉田は諦めたのか、すぐに物音はしなくなった。諦めてないぞ、絶対。だが俺はそれで安心したわけじゃない。喉が渇いて仕方がなかった。口の中の唾液がスポンジで吸い取られたような感覚だ。その時、鼓膜が破れるようなものすごい音が鳴り響いたんだ。リビングからだった。目を向けるとリビングの一面の壁を覆っていた窓ガラスが粉々に砕け散っていた。絨毯に撒き散らされたガラスの破片の上に、土足の吉田が仁王立ちになっていた。手には包丁を持ち、体中から血を滴らせながらな。顔は青く腫れ上がって歪んでいたよ。無理やり見知らぬ通行人にたかりババアの話をしようとして殴られたんだろう。目ん玉だけが異様に血走り、輝いていた。吉田は俺のことをじっと見据えていた。俺は日々に睨まれたカエルだったよ。吉田に睨まれたまま動けなかったんだ。それほどあいつの表情はすごかったぜ。死神に取り憑かれたやつはあんな顔になるんだと俺は初めて知ったのさ。あいつは視線で俺のことを縛り上げ、ゆっくりと近づいてきた。その時、吉田の瞳に映った俺自身の姿を見て思ったよ。俺もまた死神に取り憑かれたような恐怖に歪んだ、卑屈な顔をしていたことにな。俺は覚悟を決めた。
俺は吉田に殺される。俺は吉田に睨みつけられ目をつぶることも許されなかったんだからな。その時いきなり吉田が暴れ出したのさ。包丁を振り回しながら見えない何かを必死に追い払っていた。タカリババアだ。吉田にはタカリババアが見えてるのさ。やめろよ、もう少し時間をくれよ。もう少しでいいんだ。こいつを殺してからにしてくれよ。そう言いながらあいつはやたらめったらに包丁を振り回した。突然吉田の腹が舞一文字にパックリと割れたのさ。かまいたちっていうのか、刃物もないのにスパッと体が切れちまう。あれだよ、あれは風のいたずらなんだろ。だがな、その時風なんか吹いてるわけがね。間違いね、あれはタカリババアの仕業さ。吉田は苦しそうに目を細めるとパクパク口を開いたよ。水槽の中の金魚みたいによ。それで唇と唇が離れるたびに口の中からゴボゴボと血が溢れてくるのさ。その時ようやく俺は動けるようになっていることに気づいたんだ。吉田の呪縛から逃れられたのさ。うわ、俺は叫ぶや否や逃げ出した。階段を駆け上がり自分の部屋に逃げ込もうとした。逃げるな。吉田は俺に気づいて追っかけてきた。俺は後ろを振り返らず階段を駆け上がった。だけどよ、足が震えてうまく登れないんだ。俺は階段を踏み外しすんのめっちまった。その俺の足首を吉田の手が掴んだのさ。血まみれの手がな。俺は慌てて振り返った。おお。吉田は俺の足首を握りしめたまま嬉しそうに包丁を振り上げていたよ。あいつの腹からは蝶がベロンとはみ出ていたさ。ピンク色に染まった細いビニール袋のようなものがほかほかと湯気を立てているんだぜ。不思議なもんでよ、自分の最後の瞬間なのに変に細かいところがはっきりと見るのさ。まるで俺の目がカメラになっちまったみたいにな。あいつは俺目かけて包丁を振り下ろした。俺も必死だった。渾身の力を込めて俺は足を蹴り出したんだ。俺の足は見事吉田の腹に命中した。素足だったからな。生温かい液体が俺の足に絡みつき、そのままあいつの割れた腹の中にズブズブとめり込んでいったのさ。これ家族帰ってきた時大惨事じゃない？もうあいつはそのままもんどり打って階段を真っ逆さまに転げ落ちていったよ。蝶が階段にべちゃりと張り付いてな。それでも吉田は動いていた。生きてるのが不思議だったぜ。腹の中身なんかほとんど撒き散らしているのによ。手なんか変な方向にねじ曲がっていたな。白い骨が肘のあたりから突き出していた。それでも動いてるのさ。口から真っ赤な泡を吹き出しながら倒れたゼンマイ仕掛けの人形みたいにバタバタ手を動かすのさ。そしてものすごい目で俺のことを睨みつけるのさ。俺は腰が抜けて立てなかった。それでも四つん這いになって這いずりながら階段を上がると、なんとか自分の部屋に逃げてこんだのさ。その時ほど俺は親を呪ったことはなかったぜ。だから俺は前から言ってたんだ、部屋に鍵がかかるようにしてくれってよ。聞こえてくるんだよ、ドアの向こうからズルズルピチャピチャ階段を何かが這い上がってくる音がよ。俺はドアのノブに手をかけ、ドアが開かないように必死に体を踏ん張らせた。怖えなこれは。進藤、開けろ、お前を殺してやんだからよ。そりゃもう吉田の声じゃなかったぜ。地獄の底から響いてくる亡者のうめき声、そんな感じだった。そしてガリ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 ドアを爪で引っかく音が聞こえるのさ。開けろ、ギャ。俺は思わず叫んだね。突然ドアを破って包丁を握った手が突き出てきたのさ。その手は必死で俺のことを探していた。鋭い牙を持った目のない生き物みたいによ。ぐっ。包丁は俺の左上の肉を削いだよ。見つけた、進藤、見つけた。ドアの向こうで嬉しそうな声が聞こえてきた。もう逃げられねえ。その時だ。あー。タカリババは来ちゃったな。ドアに開いた穴からもう一本の手が伸びてきたのさ。汚れた白いブラウスを着た手。お情け程度に皮がへばりついた骨のような手。タカリババアの手だよ。その手が吉田の手を掴んだのさ。いや、やめてくれよ。もうすぐなんだよ。もう少しであいつのこと殺せるんだよ。それ待て。うきゃドアの向こうから吉田の悲鳴が聞こえてくるのと、穴に手が引きずり込まれていくのはほとんど同時だった。その後一切の物音は聞こえなくなり、床には包丁だけが落ちていた。俺は思い出したように時計に目をやった。いやー、ちょうど12時か。時計の針は12時を指していた。今までのことが嘘のように、あたりは静まり返っていた。それでも俺はドアを開ける勇気はなかったぜ。大惨事だよな。警察呼ぼう、まず。10分ほどして、俺はようやくドアに開いた穴からこっそり覗き込んだ。動くものは何もなかった。何も見えなかった。それで、俺は恐る恐るドアのノブを回した。そして、慎重にゆっくりと、あたりに気を配りながら、ドアを押し開いていったのさ。左腕すごい怪我してるからやばくない？ドアの向こうには何もなかった。吉田の死体も、腹から引きずり出された蝶も、血の跡さえもだ。ほう。まるで何もなかったように綺麗になくなっていたのさ。痕跡といったら、ドアに開いた穴と床に落ちた包丁だけか。
俺の不安はそれでも消えなかった。俺はその包丁を握りしめ、忍び足で階段を降りていった。一階に行くとジメッとした風が俺の頬をくすぐるじゃないか。見るとリビングの窓ガラスは割れたままだった。カーテンが風にたなびいていた。これはもうたかりばばあに血も含めて全部再利用されちゃうんだな。吉田くんはな。そして玄関に目をやると、そこにも包丁を立てた跡がくっきりと残っていたのさ。確かに吉田来たんだ。そして12時を過ぎると同時に忽然と姿を消しちまったのさ。左腕大丈夫？次の日、俺はこっぴどこ親に怒られたよ。あの窓ガラスはどうしただの、玄関はどうしただの、散々だった。本当のことを言っても信じてもらえるわけもね。友達が来て大騒ぎしたって嘘をついて謝ってよ。けれど、代わりと言っちゃなんだか必死に頼み込んで、部屋に鍵をつけてもらったけどな。ちょっと可愛いね、新藤さん。学校にも吉田来なかったぜ。その日だけだね。その次の日もその次の日もだ。行方不明になったんだってよ。突然家出してまったそうだ。あいつはみんなをバカにしてたからな。こんな世界が嫌になって旅に出たんじゃないかって噂になった。まあ、ある意味じゃ旅に当たったのは当たってるけどよ。だいぶブラックジョークだけどな。まあ確かに旅には出たな。本当の理由は俺だけが知ってるわけさ。吉田のいなくなった本当の理由をそう。これで吉田の話は終わりだ。いい話だった。すげえ怖かった。面白かった。お前、俺の話信じようが信じまいが勝手だけどよ。なんでお前だけに話したのかわかるか？早い話が、ここに集まった残りの連中はもうたかりばばの話を知ってるから意味がねえのさ。だからお前に話してんだ。なるほどな。別に意地悪というか、まあ、でも意地が悪いとは思うな。こんなガチでやばいことが起きる話っていうのを坂上くんにされてもな、これはちょっと意地悪だなと思っちゃうけどな。どうしてわざわざこんな話をしたか不思議なのか。まあ悪く思わないでくれ。俺も必死なんだ。必死なんだ。どういうことだろう。あの一件以来、俺もこんな話を他人にするのは気が引けるんだけどな。そうだな。それも初対面のやつなんかにも、そうそうそう。でも仕方ねえんだよ。毎晩よ、吉田の野郎が俺の夢の中に現れんだよ。あー、手足をちぎられ内臓をそっくり抜かれた血まみれの吉田がよ。ほんで、毎週10人にたかりばばあの話をしろって脅すんだ。俺がその約束を守り続けなければ、俺のことを殺しにやってくるんだってよ。やべえな、それは。お前、俺のこと狂ってるって思うか？思いたきゃ思っても構わねえぜ。俺死ぬの怖いからよ。たとえ誰にどう思われようと、俺はこの約束を守らなきゃならねえ。死ぬまで毎週10人にたかりばばあの話をしなきゃならねえさ。たとえ誰にどう思われようと、俺はこの約束を守らなきゃなんねえ。死ぬまで毎週10人にたかりばばあの話をしなきゃなんねえのさ。これはもう YouTube チャンネルを作るしかないな。YouTube、たかりばばあライブ。それでもうちょっと数稼ごうよ。ちょっとしたいたずらをしたばっかりに、俺の人生には大きな足かせがついちまったわけよ。お前もよ、噂を舐めねえ方がいいと思うぜ。まあ、お前がたかりばばの話を1週間以内に10人に話すかどうかは、あくまでお前次第だけどな。これで俺の話は終わりだ。まあ、自分はこれ YouTube チャンネルということで、10再生以上だったら助かるかな。いやーでもめちゃくちゃ面白かった。これぞ王道の階段って感じの話がここで来るっていうのはすごい良かったな。前回の風間さんシナリオがだいぶ変化球のミニゲームだったから、ここに来てすごい王道のすごいちゃんと怖い話が来たっていうのは、なんか改めて面白かったな。ということで次回は多分細田くんを選ぶかな。なんかね、感動パートになる読みで細田さんを選びたいと思います。その結果がね、どうなるかはね、ぜひ次回の動画で確認してください。ご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、アリーベデルチ。バイバイ。